嫌いなやつはで、まあ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 、なんか重鎮感漂わせてあんま好きじゃないっすね。大食い界でこうなんか派閥とかあったりするんですか？あんまりないかな。じゃあこれ言え、大食いで嫌いなやつこれ言いやすいだろ。嫌いなやつ燃えやすから一人言え。うちのカメラはピーっていうのがすごい高性能だから絶対わかんないから。なるほど。お前から言え。先輩から言わないと。いないですよ。いや、バカ野郎。ふざけろ。おい。俺も。ちょっと。飲食店でするの。お願いします。これ言うだけで。それ持ってきました。ごまかされたよ。いないですよ。めちゃくちゃ分厚い。あ、もう嫌いな人の下り終わりですか。よし、増渕さんがありそうですね。この話したいという増渕さんの強い意志を感じたので。そうしましたもんね。いや、なんか一番盛り上がりますよね、こういう話。いいんですか、言って。いいよ。いらっしゃる。ああ、いますいます。はい、いますよ。いいよ、いいよ。大嫌いなやつはで、めっちゃ嫌い、めっちゃ嫌い。仲いい人のことか。仲良くない。理由をお聞きしてもいいですか。理由ですか。まあ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 、なんか重鎮感漂わせてあんま好きじゃないっす。悪い顔してる。最高。これ新橋だよね。すいません、私なのってこと言ってくれたのかもしれない。おぉかぶってた。そんな嫌なやつなんだそいつ。手頭さんも誰か分かってないですよね、多分ね。分かってないけど、後で検索する。いや、絶対一度はご覧になったことがあると思います。あのテレ東にももちろん。デカ盛り好きな、はい、俺としては、はいはい、全部いいね。あ、ここがいるんですよね。いや、ちょっと分かんないです。あいかも酔っ払ってるし。そうなんだ。